。まあ好，今天红旗又来了。今日はね、もうなんかこう選挙運動を毎日辻たちです。あれにこうなんかもう今運動を始めて、声枯らして毎日頑張ってますけど、基本的にちょっとこうさっきもそこ素朴な疑問をちょっと聞こうと思ったけど。はい、あの誰でしたっけ、誰か誰だったかな、素朴な疑問で、この辻たちっていうのは、はい、なんでみんな選挙前しかやんないんだっていう素朴な質問をぶつけられたんだよ俺は。いやそれ俺に聞かれてもな、誰だったかな、なんでこの選挙終わってもみんなこう辻たちっていうか駅でこう選挙前だけじゃなくその後もやらないんだ。でも俺言ったのは、俺は俺なりに答えてあげたのは、それは議員に当選したらそんな朝辻たちやってたらお前仕事ない議員活動やってんのかって言われちゃうよって言ったら、ああなるほどですねってその人間言ってたけど、例えば本日の中で辻たちっていうのは選挙前みんな 2,3 ヶ月前にやるじゃないですか、はい、のやっぱこう議員にまだなったことないんだよね。そうです、議員っていうのはやっぱこうなった後は辻立ちできないぐらい忙しいんですかね。僕が知り合いの区議の先生に聞いたら忙しくないと言ってました。忙しくないんですか。そのこんな声ですみません、党にもよってですし、あとその無所属っていう風になると、あとはその4期が4年が1任期なんで、あともやるかやらないかっていうのも意気込みは出ると思います、はいはい、その分一生懸命やれば仕事がもらえるというよりも大きな政党みたいに、ここのじゃあ何をトンネルを直そうとか、うん、ここのクレームが道路をもう少し拡張してくれとかあるから、これに取り組んでいるっていうものに関してはピンポイントで政党だと来ると思います、はい、無所属だと自分で打ち出したものを自分からこう率先して作りに行かなければいけないので、はい、そこの忙しさは無所属の方が大変だと思います。ただ仕事量としてはあちらさんの政党からトップダウンで上から言われる方がやっぱり忙しいと思います。そうなんですね。基本的にこう、まあ、今までこうあんまり本日と政治関係の話してこなかったんですけど、本日はこの何だろう出るじゃないですか、はい、副議員として何をこう思想を持って、はい、副議員足立区で副議員として出て、はい、足立区の何を変えたいと思って今頑張ってますか。足立区のというよりも僕は自分の知識と経験で培って、まあ、お世話になっている佐々木さんも含めですね、やっぱり偏見と差別を根底でなくしたいんじゃなく、そこに注視しない、着目しないでいい、まあ、前回 の、はい、兼近君と、はい、高知昇さんの今回のルフィの件、はい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 、それもルフィよりも頑張って結果出してる兼近君が着目されちゃって、はい、結局辞める辞めないって話になってるんですか、はい、それってやっぱりこんだけ売れて人気もあったのに、はい、どこか上げ足拾ってやろうっていう、はい、その物価になってしまったものを、はいですね、とりあえず払拭したい人、はいはい、褒めること上げ足取ることよりも褒めて称えられる心の余裕を持ちましょうって、まあ、かっこつけてるわけじゃないんですよ、はい、僕が今できることはそれぐらいしかないって感じですね。でもその着目は、はい、多分本家もこの、まあ、日本にいながら、はい、朝鮮人として差別やって、はい、で朝鮮学校行ったら日本人として差別やって、はい、そういうのを経験してるから多分そこに着目できたと思います。ありがとうございます。だから我々もそうだけど、はい、まあ外国からの帰国子女もそうですけど、それは決してこうハーフでも何でもないんだけど、帰国子女っていうだけで差別されたりとかありますから、それを本気をこう足立から発信じゃないけど、まあ、区議員にぜひ当選してもらってそういうのをどんどん発信していってほしいですね。ありがとうございます。あと差別っていうのは多分どの世界行っても一生なくなることないと思うんですね、はい、それをだからってじゃあみんな手を加えてっていうのかな、俺日本語そんな上手くないから誰もこうそこに着目しなかったらそれがどん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 ひどくなる、疲れとしてひどくなることもあるし、そうですね、区別と差別の差を
家族の中で長男と長女がいたら男の子なんだからあなたは女の子なんだからっていうことも区別を家族の中では言うと思いますけど、はい、差別も絶対に、はい、ただそれが国籍が違ったり同じ区でも学校が違うと喧嘩になったりするので、はい、そうですね、そこをじゃあ区別なの差別なのっていうのは自身たちのやっぱりモチベーションというか、そうですね、アイデンティティだと思うんですよ、はい、そうですね、間違いないです、すみません、こんな真面目な話、いや本当、いや僕あの当選してもあのアウトローアンダーグラウンドと言われるやんちゃしてた方とあの連絡取らないとかそういうことはしません僕は。え、大丈夫ですか？大丈夫です。で、あの区議員のそこでそこそ投票されてこの人を区議するしないかならないですか？もうあのちょっと断るとそれから上等です。あの人間関係お世話になった恩義を忘れるぐらいだったら政治家やなんないもんがいいと思いますか。まあ確かにそうですね。一応カテゴリーの法律として法治国家の日本があるので、はい、反社と言われる登録されている人とは連絡が取れないです、はい、ただアウトローの生き方をしたとか暴走族だったとか、はい、今やんちゃしてるとか、はい、あの現在進行形でも、はい、犯罪を犯して出てきた人でも法律がいいんだったら僕はいいと思います、はい、僕もよっぽどやりましたもんね。まあそうですね、そうやっていろいろとこうアウトローも経験しつつ、そういういろんなこう、まあ、コーチみたいにね、経験する人間が、じゃあ議員になりますってなかなかいないですから、なんかこう議員で悪さして捕まって、またも議員に戻った人間もいますけど、そうじゃなくて、その若い頃散々やってやってね、その中でこう政治に思想をこう持って、これからじゃあ日本を変えてやろうっていう、その、こういうなんだろう、この副首長だったり、この我々の男女コーチだったり、あのハーフの人とか、まあ日本はこう見てるの分かると思うんですけども、多国籍軍みたいにも外国人がいっぱい増えちゃってるじゃないですか。自分も今現場仕事やってて、現場行って外国人がいない現場ほぼないです。その中でもやっぱこう、なんだろうかな、差別と区別、さっき言ったけど、まあ、外国人っていうのは誰でも分かりますから、そこに対して、まあ、区別っていうのはいいんですけど、そこで外国人っていうことだからこう疲れる仕事、汚い仕事とかそういうのをなくしてこう本当にそういう方向で頑張ってほしいですね。はい、ありがとうございます。ぜひ区議員に当選して、はい、その後区議員当選して、あわよくばって言い方もおかしいけど、うなぎ登りのように、とんでもないです、竜が天に登るように区議員、都議員、国会議員って言ってほしいですね。佐々木さんももちろんそうですし、皆さんのおかげで僕、今の立ち位置がありますね。はい、ぜひ頑張ってください。頑張ります。本日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。